くで見てるだけじゃ全てが足りない、あなたでなくちゃいけない理由など見つからないけれど、あなたを奪うため生まれてきた気がするの、誰かを傷つけてしまうのはよく悪い罪の一つ。はい、あたし白鳥渚、歌うのが大好きな女の子、ただいま人気急上昇。でもね、あたしは男の子大鳥渚として学ラン来てるの。ほんと言っちゃうと、あたしは弟子のいない道場の跡取り娘だったりして、強い人欲しい。でも私アイドル楽じゃない。このかっこいい野坂くん、あたしの両思いの相手、でもダメ。あたしのパパと野坂くんのお父さんは変変、みんな変。でも癖になりそうな変な人たちに囲まれて、はにゃ。大きな桜の木の下で、ミルクティーでございます、ぼっちゃま。ダンケ。アールグレイの香りは最高だね。ぼっちゃまのお申し付けのものでございます。ご希望通り。今夜のコアラマスク対ジェラシック小林戦の最前列はスペシャル席でございます。これだこれだ、これを待ってたんだ俺は。このコアラマスクって今アメリカですっげー人気なんだ。マスクで顔隠してるのに美少女ですわなんてね。そうそう、ボッチャマに速達でエアメールが。え、さ、エアメール。みちる。あっさきゃー、タラッタッタッタラッタ。あー、いや天気がいいと投稿するのも気持ちいいね。あー、今日こそは何事も起こらない平和な一日でありますように。あ、お腹でも痛いの？胸が痛い。胸？どうしちゃったんだ角田のやつ。人よに人見ごろはルート。やっぱりダメだ。俺はどうしたらいいんだ。あっつのだ。みちるちゃん、ちゅくん。なに、みちるちゃん。みちるね、アメリカに行くの。えぇ、パパの
お仕事の都合でね、明日パパとママと一緒に飛行機に乗ってくの。いつ帰ってくるの？帰ってこないの。へえ、そんな離れ離れになってもミチルのこと忘れないでね。忘れないよ。ミチルもつっくんのことずっとずっと忘れないから。本当にずっとずっと忘れない？約束する。約束だよ。桜の木とこの池に誓って。桜の木とこの池に誓って。あれから二人は一度も会わなかった。でも手紙がない。ない、ない。手紙がない。はい、これ。え、見たね。10年前と同じあの桜の木の下で待っています。初恋の人と10年ぶりの再会か。俺会わない。え、俺はもうあの頃の俺じゃない。出るものが出てしまった。出るもの？俺あの時約束した時こんな出っ歯じゃなかったんだよ。俺ミチルちゃんとは会えない。俺は彼女の胸の中に生きるあの古の鶴ヶ少年が成長した姿でなければならない。ダメなんだ。俺はミチルちゃんに会っちゃいけない。おとりもそう思うだろ。なあ、お、そうだ。おとり、お前が代わりにミチルちゃんに会ってくれ。なんだそりゃ。できる。お前ならできる。美少年だった俺だ。大きくなってせめてお前ぐらいならごまかせる。よし、決まった。これでいこう。そんな。頼む。お願い。これあげるからさ。何これ。男なら泣いて喜ぶ女子プロレスのチケットだ。しかも今夜の美少女レスラーコアラマスク戦だぞ。ふたままむっちりおいろけムンムン、この世のパラダイス。やだよ。うっそー。なんでなんで。別に太ももに興味ないもん。頼む大鳥、この通りだ。ミチルちゃんが会いたいのは角田なんだよ、俺じゃない。嘘つくのは良くない。俺は一体どうすればいいんだ。どうすれば。野坂、ちょっと顔おかしな。角田、お願いだ。本当に顔貸してほしいんだよ。はあ？そうか、それで俺のところへ。大鳥のやつ冷てえよ。もう友達じゃねえよ、あんなやつ。ちくしょう。そんな風に言うなよ。大鳥は悪いやつじゃないよ。でも俺マジで頼んだんだ。野坂なら分かってくれるよな。な分かるよな。そう言われてもな。お前もか。いいんだいいんだ、もう俺は男の友情なんて信じねえ。信じるもんか。ちくしょう。信じやる信じやるったら信じる。おい落ち着けよ。じゃあ引き受けてくれるの。みちるちゃん。あれがミチルちゃん。くぁ、もったいねえことしちゃったな。嘘つくなってあんなこと言っちゃったけど、私だって嘘ついて男のふりしてる。偉そうなこと言えないよね。そうね。10年ぶり会えて嬉しい。俺も。あー、そこはかとなく盛り上がって。
本当は俺がつく。タレネマ角田のやつ大丈夫かな。大丈夫大丈夫。え、なんであいつが今さらここに。やっぱり変わってあげようかな、うん、俺なんでなんでなんで。会いたかった。つっくんと指切りしたこと、ずっとずっと忘れなかった。ハロハロハワイユ、あなた今幸せですか。不幸のどん底だよ。人生についてどう思いますか。真っ暗闇だ。悩み事があるとか。悩みだらけだよ。スーパー生きることに希望が持てなくなったりとか。夢も希望もない。あ、大鳥俺だ。角田だよ。はあ。それで野坂くんに頼んだってのか。すまん、お前がダメだって言うから。このアホんだら。なんでそこまで怒るの。まあ、桜がまるで吹雪のよう。ああ。色は匂えど散りぬるわ。桜吹雪といや出ねえわけにゃいくめえな。てめえ名を名乗れ。あじゃあまた出た。名乗れと言われちゃ鹿がうめえ。桜吹雪の桃さんとでも覚えておきやがれ。しゃらくせえ。お勉強になった。杉様も真っ青です。行くわよ神岡。はい。次行こう。私しっかり覚えてます。10年前のここでのこと。あの時つっくんは。10年後私たちどうなってるかな。よーよー、昼間から見せつけてくれるじゃねえかよ。可愛く坊やを独り占めた。許せねえな。よせ、みちるちゃんは明日旅立つ大事な身だ。生意気な坊やめ、やっまえ。あああれが俺の初めての喧嘩だった。それであの子を守ったわけだ。偉いのだ。許してやるぜ。行こうぜ。ああ、くつくん、ごめん、やられちゃった。僕弱いな。そんなことない。ありがとう。私がいけないの。あんな女の子たちからつっくんを守れないなんて。女の子として恥ずかしい。私強い女の子になりたい。私あの時そう思ったの。はあ、コテンパンに負けた俺はみちるちゃんを守れるような男になろうと思った。星雲学園中の番長と言われるような男になれた。けどこの出っ歯じゃ。男は顔じゃないよ。本当か。本当にそう思うか。もちろん。例えばお前が女の子なら野坂と俺とどっちを選ぶ。それは野坂くん。男の
のいい男が好きなんだ。男は顔が勝負だ。どうせ隠れてるか。もうやめろ。どきな。なんだ一体ありゃ。よー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 、見せつけてくれるじゃないの。日本に来たばかりで早速可愛い坊やに手を出すとはいい度胸だ。あなたたちはちょっと可愛いからっていい気になるんじゃないよ。なんだお前たちは。坊や可愛い。手を出さないで。生意気な。みんなやっておしまい。あんなに大勢の坂くんだけじゃ危ない。行くぜ角田。あれ、お姉さんたち大勢で可愛い女の子をいじめるんじゃないぜ。角田。角田くんとやら怪我しないうちに帰んな。違うぜお姉さん、角田ってのはそこにいるやつだ。俺の名前は野坂だ。名前なんかどうでもいいんだよ。そうだ、デッパは引っ込んでろ。引っ込んでたらデッパじゃないぜ。うるせえんだよ。ツッくん、今度は私が守ってあげる。俺はツッくんじゃない、野坂だ。いいの、もうお芝居はやめて。私あなたの顔がわからないと困るから、さっきお宅に電話したの。坊ちゃまの特徴ですか。そりゃもう分かりやすいです。出っ歯と噴火頭の面白い顔で、いや一目見ればすぐに分かりますです。いや、そこまで言う。私もあなたに言っていないことがあるの。私は謎の覆面美少女レスラー、コアラマスク。やっちまえ。私純粋して前にボロボロにされたツッくんを忘れられなかった。助けられなかった。だから私強くなったの。ツッくんを守れるように。みちるちゃん、俺だって強くなった。君を守れるように強くなった。今の俺を見てくれ。みちるちゃんは俺が守る。いいえ、ツッくんを守るのは私。いや、俺だ。私よ。俺だ。これって愛なんだね。愛って格闘技なのか。なんか素敵。よし、私たちも参加しよう。もちろん、角田の恋の格闘技ジョイントさせてもらおうぜ。心の迷い、あったかい、あなたの背中抱きしめてれば、すぐに吹き飛ぶ。そうよそうなの、好きになったら最強、あなたのこと愛しちゃったら最高、100% 好き。私の俺じゃない。デッパの人大好き。やったね。恋は格闘技。僕は幸せだ。よか
チルちゃん。ペッパさん。なぬ。必死って、よかったよかった、ミチルちゃんが怪我でもしないかって僕心配に心配に。あのその人は私のマネージャー、そして大切な人。大切な人？とっても気が弱くてね、私が守ってあげないと何もできない人なの。うん、そうなの。ツッくん、あなたは強くなった、昔よりずっと強くなったわ。もう私が守ってあげる必要はないわ。あなたに会えて決心できた。あなたは強い。けれど私は私の力で守ってあげられる人が好き。この人を私ずっと守っていくわ。ムクー！ズク、私をこんなに強くしてくれたのはあなたよ。ありがとう。忘れないわ。さよなら。罪ですか。角だ。おとり、野坂、これでよかったんだ。俺には他に愛する人がいた。他に？この人だ。おじゃー、なぎさちゃん。やっぱり渚ちゃんしかいない。待ってておくれ、君を世界一愛するのはこの俺、デッパの角田だ。どうしたもんだろう。くせになりそう。見せます乱れ花。そうです、再び登場、しかも討ち入り、美少女軍団総攻撃。次回美少女軍団乱れ咲き、出るぞ出るぞ美少女、わんさかわさわさウニウニぴょん。美少女いいのよ、私を呼ばなくても。それでも出るというのなら仕方がないわ。今度の主役も桃子がもらった。